やっと全てを理解したよ。迷うことなんて何もなかったんだ。俺はウルトラマンだ。コミックでもう何本もずっとやってて、まあ、いろんなキャストさんとかスタッフさんとも関わって作ってきてたんで、やっぱアニメでもやりたい思いはありましたから、進次郎、まあ、やっぱり自分の役だって思いもあったし、作品に対する思い入れもあったんで、実際やっぱアニメ化ってなって、あ、また進次郎一からやれるっていうのは素直に嬉しかったっすね。シーズン1の時とかは幸いなんか仲いい人ばっかりで、たまたまなんですけど、メインキャストが特にウルトラ戦士たちもそうですけど、もうそれこそ牛山さんなんて子供の頃からご一緒してたりとか、良かったかもしれないですね。僕目線でみんなよく知ってる人たちだったんで。全然な、分かんなかったんですよね。その、こういう形のアニメーションっていうのも、ウルトラマンをアニメ化っていうのもそうだし、どうなるんだろうこの配信ってっていう風に思ってたんで、でも実際ステージ出てみたらあったかいじゃなかったです、暑かったですね。すごい熱い空気に触れることができて、それがまず嬉しかったし、エネルギーのある作品なんだよっていうのも伝えられたと思うし、なんかこれもそのウルトラマンっていうものを引っ提げていくっていう意味で、海外でどうなんだろう、台湾ではどうなんだろうってのが分かんなかったんですけど、いやー楽しかったですね。ちゃんと共有できるなっていう。たくさん見てくれて、楽しんでくれて、あ、面白いこの作品って言ってもらえたから、続編が必ずそれはあるものなので、感謝は先に出た気がしますね。あ、みんなありがとう、見てくれてありがとうって。まあ、それは全然違うものにはなってますよね。その中でやっぱりみんな試行錯誤して、どの現場もどの会社もこの環境の中で体に気を使いながらやっていくっていうのはすごく考えて考えて、そういう意味では、まあ、僕はその一応主人公っていう立場なので、スタッフのチームとかともそれかあともたくさん話す機会もあったし、同じ熱量を持って臨めましたけど、やっぱ他キャストとかだとやっぱり現場に来て一人二人で収録して帰るだけとかどうしてもなっちゃう中で、シーズン1でたくさんみんなでキャストとスタッフと話して培ってこれたあの時間はあって本当に良かったなって思いましたね。だから顔合わせられなくてもすれ違いとかになっちゃって、挨拶だけとかになっちゃっても、シーズン2だね、今回こうだねっていう気持ちはその一瞬だけでも、あ、共有できてるなって思えたし、それはやっぱりものづくりって気持ちでやってる部分も大きいんで、シーズン1があったおかげだなとは思います。いや、やっぱり一回はやってみたいなと。きちんと動きを取るために正確な位置にこうつけるわけですよ、あのセンサーをね。本当に自分の動きがそのままもうリアルタイムでキャラクターに反映されるんで、実際にモーションをやられてる皆さんにもね、そこでお会いして、ちょっとお世話になりますなんて言って心よく受け入れてくださって、めちゃくちゃいい時間でした。興奮しましたって、やっぱりその早かったですね、6話なんで結構一気に見て声かけてくれる人が多くて、あ、ほらすぐ最後までの感想が届いたから、お、早いと思って。結構やっぱウルトラマンこの作品はシーズン1の時から、あの現場だったりとか友達だったりとかから言ってもらうことが多いんで、シーズン2もその現象はあって、あ、面白かった、あ、マジで嬉しい、ありがとうみたいなの、あ、これまたやれてる、よかった、シーズン2もよかったんだなと思えてます。ここに発表します、僕たちの次のミッションは2023年ウルトラマンファイナルシーズンです。やったやった。ファイナルシーズンどんな内容になるかっていうのはね、もちろんまだ言えないんですけれども、ただそのシーズン1はチャレンジで、そしてそのシーズン1をたくさん楽しんでいただいたおかげでシーズン2っていうものを作りまして、その上でのファイナルシーズンですから、ある種成功を踏まえた上でのものづくりになっていくので、
これはいいものになります。どんな形でね、彼らの物語がラストを迎えるのか、ぜひぜひハードルを上げて、楽しみにお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。